すいません、重ねて総理の発言の関連で恐縮なんですけれども、はい、憲法改正に関して維新の党の協力を得られるものであれば得たいというふうに総理は発言されましたけれども、受け止めをお聞かせいただけますか。憲法改正は絶対必要ですね。でも安倍総理しかもうできないと思いますね。まあこれ大阪都構想よりも難しい話であってね、憲法改正になれば大阪都構想に対する、まあ、いろんな批判なんか比べ物にならないぐらい、メディアから総攻撃、まあ、受けるでしょうから、もう大変な難作業だと思いますけれども、やっぱり国民自らが自分たちの国の形作りをね、苦労してでもやると、それがたとえどういう条文でどれぐらいの分量であるか、そういうことを問わずにね、やっぱりこの憲法っていう国の根本規範、国の形を決めるね、この権力者の権力を縛るという意味での根本規範であったとしても、とにかく国の形をこう形作るね、この憲法というものを、国の形作りに国民が本当に苦労してそこに携わるっていう、これがない限りは国に背骨が入らないし、民主主義なんていうこともね、レベルが上がらないと思います。だからもうぜひこれはやらなきゃいけないと思ってますし、もう総理も大変だと思いますけれども、なんとか成し遂げていただきたいなというふうに思いますね。まあ、その予行練習ですよ、大阪都構想は。やっぱり大阪のその形をね、大阪市民、大阪の住民が自ら大阪の形を苦労して作っていくという作業を、これから住民投票で、まあ、憲法改正における国民投票と同じような形でね、これから住民投票をやるわけですから、僕はもう大阪都構想、まあ、それに加えて憲法改正、本当にこれはぜひ総理に実現してもらいたいなというふうに思ってます。協力は惜しまないという考えで。いや、もう協力も何もそんな、何かできることがあれば何でもしますよ、それは。協力とかそんな偉そうな立場じゃなくて、これはもう一国民として憲法改正が絶対に、これは憲法に国民が携わるっていうことをね、直接携わるっていうことを絶対やらなきゃいけないので、できることは何でもしたいと思いますけどもね。具体的なこの条文がどうこうというよりも、まずその憲法改正の手続きというか、手続き法ができてるから、やっぱりどの条文からいくかっていう話になるんじゃないですか。それはまあ、野党、こっちは野党ですから、まずは与党で自民党や公明党の皆さんがね、こういう条文からということの提案があるかと思いますので、まあ憲法改正なんて本当今まで絶対にできないだろうと、もうみんなが諦めていたことに総理がチャレンジされるということであれば、これもうすごいことだなと思いますけどもね。よろしいでしょうか。じゃあ、それで。